はい、こんにちは、ガンダムです。今日なんですけれども、めちゃくちゃね、いいコートに来てます。はい、多分知ってる方も多いと思うんですけれども、ソフトテニス&テニス YouTuber の方と今日はコラボをさせていただけると。じゃあ、お願いします。お願いします。お願いします。田部沢さんです。お願いします。よろしくお願いします。田部沢さんは今、公式テニスのプロ。今、ソフトテニスの YouTube チャンネルをやられてる。いう方になります。いきなりね、ちょっとあれなんですけど、はい、カンタマンの、はい、ちょイメージをね、冒頭でいきなりなので、カンタマンのイメージはもうこれですね、はい、これ、これだそうです。はい。まあ最近はね、まあこれプラスちょっと TikTok 頑張ったりとか、ショートをね頑張ったりしてるっていう。で今日なんですけれども、公式テニスとソフトテニスとね、どっちもちょっとやらせていただいて、前回小倉プロと。公式テニスやってるので、まあちょっとだいぶね、いい感じに、まあ、ラリーができるかなと思うんですけど、ちょっとここでねヘマすると小倉さんに怒られるんで、そっちにちょっとイモってるんですけど、はい、まあ、今日はねちょっと楽しくやっていきたいと思います。じゃあ、羽生沢さんとテニスとソフトテニスやっていきたいと思います。タイムトゥーゴー。ゴーそういうキャラっすか。まだ掴めてない。お疲れ様でした。ありがとうございました。
いやー、体力がえぐいし、バックハンドやばいっすね。フォアハンドもめちゃくちゃ綺麗なんですけど。いや、フォアちょっとね、全然まだしっくりこないです。いや、でもね、やっぱりバック本当に、あれ、しばく感覚なんですかね、やっぱ。あれはもう、ビンタするみたいな。相手のほっぺをもう。えいみたいな。えいみたいな、まあ。卓球みたいなイメージ。僕ら卓球みたいなイメージだったら多分、スペーンっていくの。で、今後はちょっと僕のチャンネルメンバーとかも連れてきて、また公式テニスちょっとできたらいいなと思うんで。ダブル試合です。ぜひ。で、実はですね、最後ちょっと1点伝えたいんですけど、ハッカープロですね、結構真面目に動画やってる割には、結構、お茶だけの好きみたいなんで、ぜひそういうね、動画もね、ハブサープロのチャンネル、概要欄に貼っとくんで、ぜひ、ちょっとふざけた動画見たいですコメントいただければ、多分やってくれると思うんで。その時多分一人、さっき恥ずかしいとおっしゃってたじゃないですか。はい、だからちょっと僕が、はい、誰か他にいれば来ます。はい、お願いします。撮影手伝うんで、はい、お願いします。そしたら今の動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。 See you soon。 かぶってるんだ。かぶってるんだ。片手のバックハンド教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。Catch now.